国道237から、道道966って書いてあったかな、はい、道道966ですね。これは十勝岳に行く道、白金温泉通り過ぎていけば十勝岳ですから、まあ白金温泉への道でも ありますね。この道もしばらくまっすぐです。白金温泉200キロ、十勝岳温泉31キロ、これはちょっと富良野の方に寄ります。実際が自転車レースで事故のあったのはその温泉の少し下です。まあそういうことで、せっかく来てるから家の駅でね、石でできた駅でなかなかいいんで